こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日は雨の体育の日なんですかね、スポーツの日なんですかね、お休みの休日ということです。で、まあひどいコメントをいただいたのでですね、まあいつもだったらもう、表示しないに設定してもうそれで忘れてしまうんですけれども、今日は長いコメントであまりにもひどいコメントをいただいたのでもう表示しないには即したんですけれども、まあこういう話じゃないんだよねっていうところをお話ししていければなと思います。で、合わせて別の方のコメントでですね、画面の字が見づらいんだよねっていうお話をいただきましたので、今日はなるべく拡大しつつお話を進めていこうと思うんですけれども、まあ現在私はパソコンで、まあこの動画を作っているんですけれども、まあパソコンだと画面が広いので、まあ見やすいのかなというところで、ただそれを、見る方がスマホだったりすると見づらいのかなということで、私も時々自分のスマホでですね自分の動画見ては見るんですけれども、もしかしたら解像度の設定で少しは見やすくなるかなというところがありますので、ぜひそれは試してみていただけたらなと思います。で、まあ私も今日は少し拡大目で、やっていくつもりですけれども、まだ見づらいよということでしたら、またコメントいただければですね、また、私にどこまでできるかというところもありますけれども、少しでも見やすいような形で、次の工夫をしていければなと思っていますので、よろしくお願いいたします。で、話が元へ戻ってきて、そのひどいコメントなんですけれども、これですね、全文をここに貼り付けてみました。上から読んでいきますね。で、千葉工業大学の質問したものですということで、まあお子さんか何かが千葉工大の、志望者なんですかねというところで、以前、質問をいただいてコメントバックの動画も、上げさせていただいた方なんですけれども、こちらのコメントをいただいたのが、帝京大学に進んで、まあ帝京大学が、まあ、あまりにも、まあ、学力的に低いので、闇浪人を今考えていて今年受け直すんだという方のコメントをいただいた、そのコメントについての動画ですね、にさらにコメントをいただいた、というところです。で、大東亜帝国などで仮面浪人する学生はなぜ最初から浪人を選ばなかったのかという個々人の理由に関心があります。そういうところに関心があるんだなと思ったんですけれども、ちなみに私は偏差値41の公立高校から一浪で、98年に中央大学理工学部に進学しました。高2の終わりに専門学校進学から大学進学へ進路変更しました。勉強しないで入れる大学へ進学するなんて論外でした。そもそも勉強しないで高校生の入学を認めている大学という時点で大学として矛盾しています。インターネットが普及していなかった当時の高校生と比較して今は違います。よく帝京大学なんかに学費を払おうと思いますね。そして払ってしまってから再受験を決めましたねというコメントです。もう私読んでて、ムカムカしてくるだけだったんですけれども、まだ続きがありまして、参考までに、大東亜帝国の中でも学生の質に差はあります。定量的には、帝京大学出身者は年収が低いのです。大東亜帝国トップのアジア大学出身者の、平均年収499万円に比べて最低の、帝京大学出身者の平均年収は448万円です。で、出典が書いてあって、で卒業生 20% 強が有名企業へ行くお得な大学はという、まあ、稼げる大学という出身校別稼げる大学というんですか、アエラドットというところで出展があるようです。で、これが帝京大学の社会からの評価なのですというコメントをいただきました。で、まあ私そういう話をしているつもりは全くないので、もうムカムカしつつですね消してしまったんですけれども、まあ普段だったら消して、コメント削除してしまって、もうおしまいということで私の頭の中から消してしまうんですけれども、まあそういうお話じゃないよということ、少し炎上覚悟もあるんですけれども、はっきり言っておこうかなということで、今日の動画のお話です。で、こういう大人たちがですね増えると、結局それが子どもたちへ、いい影響を与えずに子どもたちが悩んでいる子どもたちを悩ませるということになるんじゃないのかなと私は考えています。で、人それぞれ立場や事情があるということすら理解できない大人だと思います。で、もう一つ言うと自分ができたから他人もできるはずだと考える人なんだろうなと思いました。
で、まあ事情とか立場とかいろいろあると思うんですけれども、まあ受験、大学受験を迎える18歳の時点で、背が高かった人、低かった人、まあいろいろだよね。で、背が高い低いが成長曲線に当てはめると分かりやすいよねということで、これはこのお話はですね、メンバーシップの方で、お話をしているんですけれども、よく言われる、IQ ですとか知能指数ですとかというのも結局成長曲線に沿うような形で、早く成長する子もいれば、ゆっくり成長していく子もいるよね。で、ただ成長しきってしまえば、まあ、ある程度の幅には収まるよねというところですので、身長が低い低いと言っても、大人になってしまえば、まあ、男の子ですと、身長165センチから170センチの間ぐらいで、できれば170センチに届きたかったなというのが背が低い方のお悩みで、背が高いね、君は背が高くて、いいねって言われる子でもせいぜい180センチから185センチですので、まあ育ちきってしまえばその間の話だよねということで、あとはそこへたどり着くまでにどういう曲線を描いて育っていくかというお話ですので、それをまあ知能指数に置き換えた時に18歳の時点でどの位置にいるのって、あと1年あればもう少し学力的に伸ばせたのにねというお話もあるかと思います。で、まあ、その他の事情としては、まあ、部活に命を懸けてたようなお子さんもいるでしょうし、勉強頑張ってた、お子さんもいるでしょうし、すっかりサボりまくっちゃってた人もいるでしょうし、いろんな事情の中から、あるいは、ご家庭の、経済的事情、あとは通学できるできない、自宅から通わなければいけない、一人暮らしも、考えられる、いろんな事情の中で大学を選んで進学していくということだと思うので、その立場や事情があることすら分からずに、自分ができたから他の人もできるはずだよねというふうに考えて、じゃあ君もやってみなさいよ、僕ができたんだからと言ってしまう大人というのは子どもたちを悩ませるよねというところが根本的にあるのかなということが言えるかと思います。で、この方が関心を寄せていた、なぜ最初から浪人を選ばなかったのかに関心があるというお話なんですけれども、その答えはもう簡単明瞭で、この方に対してですね、誰かがこう言ったらあなたはなんて答えますかというその答えがそのまま答えだと思います。どういうことかというと、なぜ二浪することを考えずに中央大学理工学部なんかに進学したんですか、私は二浪して東大のリーチに進学しましたよと誰かが言ったとしたら、あなたは何と答えますか、その答えがあなたが求めている答えだと思います。で、勉強しないで入れる大学という記述もありましたけれども、まあ帝京大学そんなに偏差値的には高い大学ではないですけれども、そこを目指して勉強して入っている生徒だっているでしょうし、帝京大学でぜひこれを学びたいんだということで、入っていってそこで何かを得て、で、社会に出る学生もいると思います。で、勉強だけじゃない何かを得ることができるのが大学ということだと思いますので、まあ、この方がおっしゃるように偏差値だけで考え学問だけで考えれば、それはまあ偏差値少しでも高い大学に行った方がいいよねということになるのかもしれないですけれども、勉強じゃない何か、例えばそこで、サークル活動をするですとか、そんなことをする中で何かを得て社会に出ていくということができるのが大学ですよというところです。ですので、まあ、私常々言ってるのが、ブランドとか偏差値とかそれで選ばないで、自分のやりたいことを、決めて、でその、やりたいことを実現するための手段として大学を選んでねというお話を常々しているつもりです。ですので、その自分のやりたいことを、成し遂げるためにというか実現させるために、まあ帝京大学なら帝京大学、中央大学なら中央大学へ進んだ方がいいんじゃないのというお話です。で、よく帝京大学なんかに学費を払おうと思いますねという記述もあったんですけれども、それに対する答えはもう全く一緒です。こちらですね、誰かがこう言ったらあなたは何て答えますか、まあ、仮に東大理一の人にこう言われたら、あなたは何と答えますか、その答えが全くご自分へ対しての答えだと思います。
で、こういう方にこの話をすると、きっと年収の話、最後の方に、平均年収がどうたらこうたらという話がありましたけれども、中央大学は東大側の、要は年収が高めの、大学で、帝京大学は低めの大学というボーダーラインをですね、中央大学と帝京大学の間に一本線を引いて、まあ自分は、勝ち組だからいいんだよね、帝京大学なんてどうせ負け組でしょう、年収の面ではと言いたいんだろうと思うんですけれども、人それぞれ価値観は多様です。年収だけが尺度ではありません。この方は年収で、勝負をしたいんだろうなということでしょうけれども、みんながみんな年収お金で、尺度を測って、人生設計をしているわけではないと思います。で、多分この方は、年収データ、平均年収のデータをもとに自分は勝ち組と思い込みたいんだろうなということで、まあ私から見ると私の感想ですけれども、きっと思い込まないと不安でしょうがない人生なのかなという気がします。でも人それぞれ幸せの基準は違うんですよね、求めるものも違うんですよねということがありますので、まあご自分の求めること、それが年収なのかどうなのかというのは、まあご自分で決めていただいて、ご自分でそれに向かっていっていただけたら、結構なだけで、それを他人様にですね、こっちの方が年収がいいからそっちは、いいんだとか、こっちはダメなんだという押し付けをすると、お子様たちは悩むよね。本当は自分がしたいことがあるのに、年収勝負で、ああでもないこうでもないという大人が現れると、一番最初のこれですね、こういう大人がいるから子どもたちが悩んでしまうんじゃないのかなというところにつながっていきます。で、もっとはっきり言いますと、44歳、まあ、この方、何年卒でということが書いてあったので、一浪して何年卒でということがあったので、電卓簡単にポンポンポンと叩いてみたんですけれども、きっと44歳なんだろうなというところで、まあ、44歳にもなって、最低最悪の学歴コンプレックスの中年親父だなというところです。なぜかというとのところですけれども、他人との比較でしか自己評価ができないんだろうなという感じです。自分は何を成し遂げるために生きているって、それすら考えたことがないのかなと思います。で、お金でしか価値判断ができないというところもあると思います。で、お金での価値判断というのは、どうせアラブの石油王、あるいはビル・ゲイツ、イーロン・マスクには勝てない勝負なんですよ。で、アラブの石油王ほど稼ぐ人もいれば、まあホームレスになってしまって、今現在はホームレスで、になっているけども、またそこから立ち上がってくる方もいるかもしれないですし、まあそう立ち上がることもできない方もいるかもしれないですけれども、まあその尺度の中でということですと、まあ上のイーロン・マスク、あるいはアラブの石油王を考えると、所詮、500万だ400万だ1000万だという勝負は底辺での勝負でしかないので、勝った負けたとそんなところで一喜一憂することが、まあこの方の人生の成し遂げようと思って、人生を捧げていることと考えると、あまりにも寂しい、味気ない人生じゃないのかなと思ってしまいます。で、まあ25年も、前の話ですよね。44歳ということを考えると、まあ約25年も前の、僕は中央大学に受かったんだという成功体験にしがみつき続けているのも悲しいなというところで、まあ大学卒業後、まあ約20年あったと思うんですけれども、20年間何してきたのと聞きたいです。もしそこに、その20年間の中に、卒業後の20年間の中に、まあある程度の実績があるのであれば、そこにしがみつか、中央大学に入ったんだということにですね、しがみつくことはなくて、まあこれですね、これがやりたくて中央大学を僕は選んだんですよ、でその後こういうことをやったんですよ、で、やった結果現在こういう状況ですよ、でこれからはこうしたいですよというのがあるはずで、それをベースに、19歳の、帝京大学に進んでしまって、また受験し直すんだと言ってるお子さんに対
対して、まあ、何らかのアドバイスはできるのが普通の大人44歳だよねと思うんですけれども、まあ19歳の学生相手にマウント取って喜んでいるということですので、まあご自分の実績きっと卒業後の20年間大した実績もなく、未だに44歳にもなって25年前の成功体験にしがみついていて、僕はきっと、立派な人間なんだと言いたいのかな。で、その言ってることはまるで赤ちゃんと一緒だよね。こんなにできたのに、こんなにできなかったのに、要は偏差値40いくつの高校と書いてあったので、こんなにできなかったのに、僕はこんなに頑張ってこんなにできるようになったんだよ、偉いでしょ僕、褒めて褒めてと言っている44歳にしか私には見えません。で、さらに言うと、これは嫌味、あえて嫌味で言いますけれども、お子さんが、千葉工大志望ということらしいのですが、じゃあ一浪させて東工大の方が年収高くてよろしいんじゃありませんか、それをどういうふうに考えますかというところは、まあ、あえて嫌味で、質問をしておきます。で、結論的なことなんですけれども、今受験生の方たち、あるいはこれから受験を迎える若者たちにぜひ一度は考えてみていただきたいなと思っているのが、いくらいい大学を出て年収が高くても、この手の人たちには簡単に勝つことができるよう、勝つことができますよということを覚えておいてほしいなと思います。まあ、仮に中卒だとしても、仮に高卒だとしても、仮に年収が低かったとしても、まあ、自活は最低してもらわなきゃ困るんですけれども、この一言でこういう大人には勝つことができます。その一言というのはこれです。だって一番好きなことやって生きてるから幸せなんだ僕って言えばもうそれでおしまいです。あるいは、今までここまで頑張ってきたんだよね僕で、次の目標はこれなんだ、これから僕はこれを目指して頑張っていくんだということで、まあ、この手の大人は黙らすことができると思います。で、もっと具体的に言うと、まあ、例えば中卒でですね、どうしましょうか町の、パン屋さんになったとしましょうか。パン屋さんで修行をして、パンが作れるようになって、自分のお店をなんとか、44歳に なる頃までには なんとか一軒パン屋さんを、自分で作ることができるようになりましたよ。で、町で、みんなに愛されて、まあ、そこそこの自活はできるよね。で、まあ、そこそこ貯金もできるよね。まあ、年収というレベルで比べられたら、それは一流大学を出て、一流企業に勤めている人には勝てないのかもしれないですけれども、まあ、パン屋さんとして町の人々に愛されてますよ。で、僕はここまでやってきて、で、一番好きなパン作りをやって生きているから幸せなんだ、だったらそれでいいじゃないですかというお話です。で、あるいは、まあ、パン屋さん、町でここまでみんなに愛されるパン屋さんがで、として、頑張れたから次の目標はこれなんだ、まあ、2号店を隣の町に出すんだでもいいですし、違う種類のパンを、今まではイギリスパン主体だったけれども、これからはフランスパンも作っていこうと思ってるんだでも結構ですし、そういった形で夢はどんどん膨らんでいくでしょうし、それはいつも学歴とセットではないですし、年収で比べられるものではありませんので、ぜひそこを考えていただければな。で、その上で受験生たちに向ける言葉ですので、やっぱり僕は学歴、勉強、大学へ進んでそこで何かを掴んで、生きていきたいんだということであれば、自分がやりたいことを、実現させてくれる道としての大学ということで、大学選びをしていただいて、で、そこへ合格するために、今勉強をもっとしなきゃなということであれば、ぜひ勉強を頑張っていただければなと思います。で、ですのでブランドや偏差値だけで選ぶと、まあ、仮にこの方のように、中央大学理工学部合格しても、仮に、合格できなかった、帝京大学に進んでしまった、で、闇浪人をして、受け直すんだと言っている方、合格しても不合格してもろくなことにはならないよということになります。ですので、目標を決めて、その目標が、自分のやりたいことにつながっているのかどうなのかで選んでいただいて、で、自分は何のために何を目標に生きていくのかということに立ち位置を置いてですね、選んでいただければなと思います。
で、まあこれ炎上覚悟で私今日はちょっと熱くなって喋っているんですけれども、皆さんどういうふうにお考えなのかということをぜひお聞きしたいなと思ったんですけれども、まあ普段いいねボタンを押してねということは、それはまあ見る方の評価ですので、ご自由にということで、触れずにいたんですけれども、まあ右下の方にアニメーションだけ、ちょこっとだけ入れさせていただいて、まあできたら押してほしいなという気持ちをちょこっとだけ表す形にはしているんですけれども、まあアンケートではないですけれども、もし、まあ私の意見の方が正しいよねと、どちらかというと私寄りだよねとお考えの方がいらっしゃったら、いいねで、教えていただければなと思います。で、逆にこの質問、というかコメントをくれた方、中央大学を進んだ、赤ちゃん44歳のおじさんの方が正しいよ、もう今の世の中、結局学歴で年収だよという方、お考えの方が正しいよねというふうにお考えでしたら、割りねボタンを押していただければなと思います。これ割りねと呼んでいいのかどうなのか、私的にはわからないんですけれども、まあ割りねというと、どうしても、小松政夫の割りねで取引が思い浮かんでしまう、まあじいさんの、今日は怒りに震えながらの動画ということで、一番最初の、まあ、このコメントですねに怒りながら今日はお話を進めてみました。では、何かの参考にしていただいて、ぜひ受験生、まあ辛い受験だとは思いますけれども、ぜひ頑張っていただければなと思います。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。